灰皿。灰皿、灰皿、A、アシュトレイトは、主にタバコを喫煙する際に出た灰を入れるためのもので、ある。灰皿は、主にタバコの灰を入れる容器として使用されるほか、タバコの火を押し付けて消すなどの用途にも用いられるため、耐熱性が必須である。タバコの吸い殻のほか、マッチが利用されていた時代には、これの燃えさしを捨てるためのものでもあった。 ライターが極めて安価になり、マッチが着火用として捨てれてからは、主に紙巻きタバコの吸い殻を入れるためのものとなっている。菓子の包み紙などを入れるなど、簡易ゴミ箱のように利用する人もいる。灰皿には、卓上のものから、設置式の家具のようなものまで様々な形状があり、また近年では、ゴミの投げ捨てが不法行為に該当することから、巾着袋、 飲料ド上の携帯用灰皿も多く出回っている。卓上式のものや携帯用のものでは簡単なものは極めて安価であることから、ノベルティや粗品として企業や商品の宣伝にプレゼントなどで配布されるものも多く見られ、またそのようなものを長く愛用する人も見られる。卓上に置くものでは個人の趣味性もあって様々な製品が見られる。衣装を凝らしたものや、 芸術的なもの、ライターや時計を組み込んだものなどがあり、これらは消費者の好みを満たすため、数多くのメーカーから多様な製品が発売されている。素材としては、陶器、ガラスや金属、主にプレス加工による板金製のものが主流であるが、メノーやクリスタルガラスなどといった高級で重量感のある素材を使ったものや、素焼きの素朴なもの、石、 鉱物性や異物の安定感のあるものなど多様性が見られる。耐熱樹脂を除くプラスチック焼きなどは耐熱性に難があるため灰皿の材質としては適していない。なお、耐熱樹脂の灰皿は製造面で加工が容易であることから多く出回っている。中には清涼飲料水の空き缶を利用するものが見られるが子供の誤飲事故の原因、誤飲事故にて口実となり、 空き管理サイクルの支障になるため推奨されない。また食器を流用するものも見られるが、普段食事に利用する食器は、精神衛生上の面から言っても、また、美観の上でも灰皿として利用することは避けるべきである。食器にタバコの匂いが残ってしまうこともあるからである。 大衆車を含む一般向けの自動車が標準的に灰皿を備え付けるようになって久しいが、松田ペルソナは例外的にオプション装備とすることで話題を集めた。最近は軽自動車などでは灰皿を装備していないことが多い。運転車の中には灰皿を装備していない自動車でカーショップで売られているコップ型の灰皿を愛用する人もいる。飲料類を車内で保持する。 カップホルダーに装着して使用する。車内にはシガレットライターという自動車用のライターが装備されてきたが、灰皿とともに設置車両が減少している。しかしシガレットライターは、車内用電源ソケット 12-24V としても、利されるため、ライターの機能のみを取り除いて、ソケットを残している車両もある、日産、マーチ K12 型など、こうしたソケットは、 熱対策やライターの飛び出し防止の凹凸などが存在しないため前にライターを差し込んではならない。日本では近年、ゴミの分別収集などが厳格化したことに伴って、スタンド灰皿、スモーキングスタンドやゴミ箱を置くと、帰ってその場所に無秩序に大量のゴミなどが捨てられるケースも、あ、公衆衛生上問題であることから、自治体などによって撤去が進められているケースもある。 これに似た状況は、1990年代より、自動車専用道のサービスエリアや、パーキングエリアに設置されたご箱に、家庭ゴミなどが大量に投棄されるようになった問題や、2000年代において、コンビニエンスストアの店頭ゴミ箱に、家庭ゴミを放置されるなどの問題も見出される。また、灰皿を設置すると、その場所では、頻繁に喫煙が行われ、吸い殻自体が燃えて、 多量の煙を発生させるなど、遠源となってしまうため、悪臭や煙により、周囲の空気環境を汚染し、縁外を引き起こす。どの問題もある。一般に言うところの公共施設や、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ショッピングモールなどの一般に広く利用者を集める小売店や飲食店では、利用客等に入店前の吸い殻処理による、店内禁煙の遵守を促すため、 出入り口付近の戸外に灰皿が設置されている店舗も見られるが、これら灰皿は特に用途は明示されていないため、喫煙所となっている場合も散見される。このように設置された灰皿には、清掃が行き届かず、吸い殻が溜まるものもあり、前述の灰皿設置の問題点が顕著となる傾向がある。また、灰皿の設置場所が同店舗に出入り口付近にあることにも絡み、 同店舗利用者の通行する場所に煙が流れる等の問題もあることから、施設、店舗によっては灰皿を撤去したり、設置場所を工夫するなどの対応を図るところもある。1980年代にゴミの投げ捨てが社会問題となったが、2000年代よりは都市景観や自然の景観に配慮してポイ捨て回避の観点から、携帯用灰皿が普及した。ただし、 人混みのある路上や、本来は、防災の観点から、禁煙場所である、地下施設などにおいて、携帯灰皿を使うことを、場所を選ばない、喫煙の隠れみののように考えるものも見られ、非喫煙者や施設関係者との圧力を深める、傾向も伺える。携帯灰皿を使う場合であっても、禁煙場所や人混みなどのように周囲に、受動喫煙を強いるような場所は避け、風港なども考慮し、 他者への迷惑とならない使用が進められる。また、水瓦の投げ捨ては論外であるが、場所によっては、ゴミの投げ捨てとして処罰されるだけではなく、火災の原因となる可能性もある。路上喫煙禁止条例やポイ捨ても参照。灰皿の中には、近年の分煙や、検炎圏に配慮して、脱臭、脱煙機能を持つものも見られる。この中には、空気清浄機を内蔵して、 強制的に周囲の煙を吸い込み粉塵を除去する製品も出回っているが十分な受動喫煙防止効果が得られないとの指摘もありもっぱら喫煙車などに設置されている灰皿は中の吸い殻を定期的に捨てることで利用されるが一部には吸い殻の火が完全に消えているか確認せずにゴミ箱に捨ててしまって火事を起こす場合があるまたねタバコなどで燃焼中のタバコが 灰皿から落ちてしまい、これが火災の火種となることもある。その一方で物臭な人が灰皿に吸い殻を溜め込んでしまい、これがくすぶって火災となるケースも聞かれる。特にメラミン樹脂や尿素樹脂を使った灰皿は、この吸い殻が灰皿内でくすぶることによりひび割れを起こし、重度の場合は、ま、二つに割れてしまうことがある。2004年には北九州市消防局が この可能性に対して警告を発しており、また同様の問題はガラス製灰皿でも発生しうるとして注意を呼びかけている。灰皿内には水柄を溜め込んだりせず、できれば水をかけて完全消化しておくことが望ましい。公共の施設の水洗式トイレでは水洗便器の洗浄水に尿石防止や消毒薬剤を添加する装置であるサニタイザーが 主にデパート、駅、ホテル、劇場、病院などの衛生面や快適性を重視する施設の男性トイレでは小便器に、女性トイレでは和式大便器、洋式大便器の便器洗浄管、便器への給水管に組み込み連結して設置されることが多いが、このサニタイザーの形状が灰皿に似ているために、トレ用灰皿と間違えられ、タバコの灰をサニタイザーに擦り付けられることがあり、 特には式台便器に設置されている場合、排便位置正面、または真横あたりの位置に、サニタイザーが設置されることが多く、排便、排尿時にしゃがんだ姿勢の時に、目線の高さとほぼ同じ高さに設置されていることから、トイレ用排皿と間違えられ、タバコの排をサニタイザーに擦りつけられることがあり、タバコの排や繊維等の異物がサニタイザー内に入り込むと、 サニタイザー内に入り込んだタバコの肺や繊維が、便器に排出される薬剤の溶液とともに、洗浄水に混じって便器に出てきたりするどころか、機器内の便体に入り込むと、機器の作動状況や機能に障害が出て、サニタイザー内のフロート弁当の便体の動作に影響し、サニタイザーから便器に排出される薬剤の溶液の量や濃度が変わってしまう。 サニタイザーの薬剤生成機能が著しく低下したり場合によっては、便体内にタバコの排やせにが詰まってしまうと故障の原因になり、サニタイザー内に水が入り込まなかったり、あるいはフロート弁の動作が完全に妨げられるとサニタイザーから水漏れして、床材等の損害が発生し、すいすいあるために、床材等不体機器の腐食の損害が発生する恐れがある。 また、トイレ内で喫煙した後は吸い殻をサニタイザーにこすりつけても吸い殻本体はサニタイザーに入れ込んだり捨てて処理できないことから便器に捨てられることが多く特にフィルター部は軽いために便器の水を流してもなかなか排出されずに残り便器内の水にも分解しないためにつまりの原因になる吸い殻が捨てられる便器は和式台便器の場合がほとんどで 捨てられやすい形状であることが一因する。和式便器の場合ほとんどが洗い出し式であり、洋式の裁本式やブローアウト式のような吸引作用が痛めに、捨てられた吸い殻が、いつまでも流れずに便器に残ったり、最悪の場合便器内に蓄積され、つまりが起こる。トイレ内で喫煙すると、最近では、煙感知器、炎感知器などのセンサーがついたトイレが増えており、 センサーの誤作動にもつながる。灰皿として、清涼飲料水などの飲料の容器を使用、または飲み残した飲料に水柄を捨てることで、これの特に子供によるコイン事故もしばしば発生する。このようなコイン事故では、飲料中にニコチン等の有害成分が大量に溶け出してしまって、余計に中毒を引き起こしやすい。このようなコイン事故では、早急に吐かせて、 できるだけ早く医師の診察を受けることが勧められる。灰皿でも高級なものでは、石や、クリスタルガラスなどかなりの重量、高度があるものも多い。これを怒りに任せて投げつけ、相手に怪我を負わせるといった、ドメスティックバイオレンスなどのことは、しばしば報じられており、またこれによる、オーダー、撲殺事件も聞かれる。狂気となりうるのは何も灰皿に限ったことではないが、 通常、テーブルの上に、そのような重量があり、持ちやすい大きさの物品は、灰皿以外にはないこともあり、相対的に灰皿が狂気として使用される危険度が上がるという事情も考えられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。